自分だけが体験してしまうかもしれない怖い世界。怖いものや不思議を見ていくよ。危険度は星で表しているから、くれぐれも高レベルには行くなよ。じゃあ、みんな始めるよ。本日の一発目はズバリマナナンガル。アビシニアジャッカル、と間違えた人いるか？スーパーオキサイドラジカル、でもないぜ。ちなみにアビシニアジャッカルはエチオピア系ジャッカルで、スーパーオキサイドラジカルはスーパーオキサイドっていう酸素の一種で、急性肺障害とかに関わってきたりする酸素の一種に、カル、しか合ってなかったぜ。得意技は下半身を切り離すことだぜ。目撃されているのはフィリピンが多いよ。携帯、イメージとしてはフィリピンの吸血鬼と言われているぜ。昼間は普通の女性の姿をしていて、夜になると下半身を切り離すよ。そして、コウモリの羽を生やして、飛び回る恐ろしい生き物だぜ。牛尾と虎に出てくる人版に似ているぜ。他にも似てるのいるかな。妊婦がいる家を探して、見つけると屋根に取り付くぜ。柔らかく細長い舌を垂らして、子宮に穴を開けて胎児の血を吸うよ。太鼓は、これを民話刀にして死産の悲しみを納得するためだったり、堕胎、中絶を悪いイメージとして植え付けるためにも話されてもいたぜ。他にも、分離の術だけでなく変身もできて美女に化けて、男性を誘惑して、男性の内臓を全て食べてしまうぜ。吸血鬼に似ているだけあって、ニンニク系は効くよ。具体的には、上半身がお出かけしている間に下半身を探し出して、分離している部分に、塩とニンニクと灰を塗るぜ。塗ることによって、戻ってきたら合体できなくてそのまま朝日を、迎えると滅してしまうぜ。最悪塗らなくても、朝まで下半身を隠しておければ勝ちだよ。某オンラインゲーム、ラグナロクや女神転生シリーズにも似たようなのが出てくるよ。次はヘクサムの頭だよ。これはイギリスのヘクサムという町で見つかった2つの石から始まったよ。舞台はイギリス北部のノーサンバーランド州のとても小さな町ヘクサム。町のリードアベニューにレンガ造りの小さな一戸建ての新居の庭。そこはロブソン家の庭。長男のコリン・ロブソン少年、当時11歳。新居の庭で草むしりしていて、奇妙な石を発見したぜ。少年は、その石を拾い上げた。ビリヤードの玉くらいの大きさだったよ。よく観察すると、人間の頭部に似せた像だったぜ。コリンはこれを見つけて、やったぜ、と思ったよ。コリンは、すぐに弟のレスリーに、すげえもの見つけたぜ、早く来いよ、って叫んだよ。そして、他にも似たようなものがないか庭中を二人で必死に捜索したよ。すると今度は弟のレスリーが似たような頭像を発見したぜ。弟と発狂しながら、俺もやってやったぜ、と叫び土を払うと、似たようにきちんと目、口頭がある頭像だったよ。この二つの頭像は、今後、ヘクサムの頭、と言われて有名になっていくよ。この不思議でどことなく不気味な石ころは、とてもすごい価値のあるものかもと二人は思ったよ。気に入った彼らは自宅で飾り満足げに眺めていたぜ。しかし、これはとんでもない不幸を招く大失敗だったよ。これを飾ってからすぐに、ロブソン家の日常が一変していくよ。誰も触っていない TV の電源がつき、部屋の明かりも勝手についたり消えたりしたぜ。他にもとてつもない恐怖が、部屋の中で、鞭の音。兄弟は父親の思考で母に鞭をお願いしてるのではと恐怖したよ。恐る恐る探るとテレビの裏あたりからの音でちょっと兄弟はほっとしたぜ。他にも、フライパンが急に飛び回り部屋の鏡を粉砕もしたぜ。兄弟には姉もいて、18歳のジュディスと23歳のウェンディがいたよ。その姉妹が、自室から出るとベッドの上に粉砕された鏡がこっちもあったよ。さすがに、気楽な一家だったロブソン家もこれは偶然では済まされない。これは何か、どこかおかしい。ある日、コリン&レスリーがヘクサムの頭を発見した庭の場所に奇妙な花。花の他にも、謎の光る玉。その花も謎の白い花を咲かせて全然枯れないから怖いぜ。飾ってあったヘクサムの頭も見つけた場所の方に顔を向けていたよ。最初は、家族の誰かが触ったりぶつかったりで動くこともあるだろうとみんな思っていたよ。それにしても母のジェニーは、あまりにも動くので誰も触ったりぶつからない場所に置き、正面向きにしたぜ。しかし、それは起きたよ。母ジェニーが見ると、二つのヘクサムの頭の視線が二つとも発見した庭先に向いていたぜ。
そしてその夜には、その問題の庭から赤ん坊の泣き声が聞こえてきたよ。その現状は頻繁に起こり、深夜2時頃が盛んだったぜ。他にもついに、それ、を見たと言ったよ。しかし、恐怖はロブソン家が最高潮ではなかったぜ。ミはなぜか隣の家、ドットさんの家がなぜかそれ以上の被害に遭っていたよ。隣に住んでいたのは、ドット家。夫人はエレンさん。エレンさんがその時の体験を語っているぜ。病気で寝ていた10歳の息子ブライアンを寝せるために、部屋に行くと、ブライアンが何かが触ってくるよ。と叫んだよ。何度もしつこく息子のブライアンが言うので、そんなものはいませんというところでしたが、それは私の方にも飛びかかってきて、足に飛びついてきたよ。エレンさんが見たのは、羊のようなもの、と言っているぜ。普通の羊ではなく、半分羊半分人間の羊人間だぜ。成人男性の頭部と同じくらいの大きさの羊の頭部だよ。エレンさんが悲鳴を上げたら、羊人間は部屋の外へ駆け出していったぜ。羊人間はしっかり閉められていたドアを開けて逃げたらしく、蹄の音が最後まで鳴り響いていたぜ。この事件で、一家は町議会に被害を訴え、リードアベニューの怪現象、となり、訴えが認められたぜ。そのため、町内の別の家に引っ越しされることが決定したよ。この時は歴史を遡ると、ケルトの墓地だったぜ。昔は住んではいけない、ケルトのたたり、が原因とも言われ出したよ。しかし、悪魔払いなどをしたりして、しばらくすると何事もなく忘れられていったぜ。だが、これだけなら今回紹介するレベルではないぜ。ケルトの研究で有名なアン・ロス博士という学者がこれに興味を持ったよ。このヘクサムの頭がケルト研究において重要な遺物になると考えたらしいよ。ヘクサムの頭を処分することに決めた一家のことを知り、すぐさま交渉には行ったぜ。そして、無事に入手し、喜んだが事件はすぐに起きたぜ。アン博士の家には小さい息子がいたよ。暗いのが怖くて電気をつけ、ドアを開けたまま寝ていたよ。その明かりが夫妻の部屋まで少し入っていたぜ。深夜、そのドアから、やつ、が出ていくのが一瞬見えたよ。身長は2メートル、猫背で上半身が羊で下半身が人間。そう羊人間を見たぜ。アン博士は、怪現象の噂話には興味はなく、純粋な考古学研究のために、像をもらったんだよ。アン博士は、追跡したが2度目の姿は見ることができなかったので、冷静に厳格だったと思ったぜ。しかし、次はアン博士の娘ベレニスがパニックに陥る事態になったぜ。夕方、娘ベレニスが帰宅して、玄関を開けると階段を上がっていく何かの影を見たよ。その影は手すりを飛び越え、下に着地したよ。そのまま彼女の部屋に走り出したぜ。娘ベレニスは、怖いながらも何か突き止めるために追うと急に消えたよ。やはり羊人間だと思ったぜ。アン博士は、さすがに何かおかしいと考え、原因はヘクサムの頭しかないと考え始めたよ。ロブソン家と同じく、お祓いをすることを選択したぜ。それだけでも、不安で今回に関する資料やヘクサムの頭をすべて処分することを決めたぜ。処分すると一切奇妙な出来事はなくなったぜ。しかし、処分の仕方は良くなかったぜ。無機化学者ドン、ロビンズ博士がそれを聞いて譲ってほしいという話になったよ。ヘクサムの頭を譲り受けて、持ち帰る時に車が急にエンジンがかけた瞬間に止まり、動かなくなったぜ。ヘクサムの頭が常に見つめられている気がしたりしているよ。結局、ロビンズ博士宅でヘクサムの頭はいつの間にか消えたぜ。その後、怪異はなくなったよ。次は動く棺桶だぜ。舞台はバルバドス。ガンダム、じゃないよ。カリブ海、西インド諸島の小さい島の共和制国家だよ。共和制になったのは2021年と最近の話。お墓はチェイス一家が管理しているぜ。入り口はコンクリートで塗り固めていて、全部がコンクリートのお墓で出入りは簡単ではなかったよ。持ち主の主人は、トーマス・チェイス。1807年にトマシーナ・ゴルダットという女性が安置されていたぜ。しかし、墓標には1724年リチャード・エイリオットと書かれていたよ。さらに、中身は空っぽ。この時点で墓標名は違う、中身は何もなくなっていて不気味さは感じるぜ。誰も気にしていないのか、普通に使われていくよ。誰か疑問持てよと思うのは置いとくよ。チェイス家のメアリアンナが2歳で亡くなってしまい埋葬されたぜ。次は4年後、姉のドーカスが自殺により同じ墓に。だが、埋葬するときに事件が起きたぜ。
埋葬していた、トマシーナとメアリの棺桶が部屋の奥に投げつけられたように動かされていたよ。しかし、これでも誰も変に思わなかったぜ。なぜならチェイス家は恨まれてることが多いので嫌がらせだと考えていたよ。今度は、いたずらされないように大理石で蓋をしてコンクリートで固めたぜ。万全かと思われたが、さらなる別の事件が勃発。チェイス家の妹トーマスが1ヶ月後に死亡したぜ。そして、その後また全ての棺桶が投げられたように動かされていたよ。さすがに、いたずらにしても不思議を感じ始めて、今度はさらに厳重にコンクリートで固めておいたぜ。まだ続くよ。次は親戚のサミュエル、エイムズ。みんなまさかと思いながら墓に行ったよ。今度は、すべての棺桶が上下反対になっていたぜ。まだ続くぞ。この次は、サミュエル、ブリュースターだよ。エイムズの父親だったぜ。この埋葬するときには、動く棺桶の噂はすごいことになっていて見物人の数で溢れていたよ。次はクラークを埋葬することに。このときは、バルバトスの権力者たちまで立ち会いに来たらしいぜ。固めていたコンクリートを崩し、中に入ると棺桶は期待通り激しく投げられていたよ。さすがに、権力者たちも犯人を挙げないといけないと思い墓の中に隠れるところがないか塔を徹底調査したぜ。そしてコンクリートで入り口塔を完全封鎖する前に、床に砂を撒いて誰かが入れば痕跡がわかるようにしたよ。さすが権力者アイデア。その後、総督のパーティーでお墓の話題が出て、盛り上がり出席者たちで確認に行ったぜ。コンクリートを剥がし、中に入ると棺桶は全て叩きつけられたように飛び散っていたよ。さらに、床に巻いていた砂には一切の痕跡はなく誰も原因が不明で全員が震えたぜ。棺桶は全て撤去して、他の場所に移動させこの墓は現代まで再度と使われることはないよ。これをどう考えるかは見てるあなた次第だぜ。はい、それでは今回はいろいろな世界の不思議、モンスターたちを紹介したよ。フラット作るランキング、攻略、雑学、モンスター紹介などいろいろやっていますが今回はこの辺で失礼したいと思います。それでは、最後までご視聴いただきありがとうございます。アディオス、アミーゴス、オオカミでした。またね。チャンネル登録、よろしくお願いします。励みになります。感謝します。こんばんは、中野志斗です。2023年制作作品モンスターの4作目かな。今回は、年末から年始始まって、しばらく、ずっと、原因がちょっとわかんないけど、まあわかんないってことだけだ。なんか、調べてないからわかんないけど、コロナではないし、インフルでもなさそうだけど、まあ謎の体調不良で寝込んでて、まあ結構時間かかって、だいぶ遅れたかも、作成は。今回内容を一つ結構深く調べたけど、本も買ったりして、少し薄くして、いつも通り3つのあるのがちょっと悩みつつ、今、手探りでやってるところです。新しいやつね。ゲーム雑音はまだ直ってないです。一つ気になったので、いじったけど、ダメでした。はい。また違う方法、時間空いてる時に探していきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。また次回会いましょう。